こんにちは、ハルアンです。今日はズッチュルジャーン、いつもとは違う、そうです、ここはおばあちゃん家にやってきました。何をしに来たかというとですね、前に大福を作りに来たんですが、とても好評だったので、今日はおはぎを作るということなのでね、おばあちゃんと2人で作っていきたいと思います。マスクして手袋もして手も洗ったので作っていきたいと思います。おはぎ作りスタート。ご飯が炊き上がりました。なんとうるち米ともち米合わせて一緒です。で、潰します。柔らかい。でもあんまり潰さない方がいいんだよね、確か。あんまりベチャベチャにならないよ。これ熱々だよ。こんなもんかなと思うんだけど、どうだろう、もうちょっとかな、うん、いいね、いい感じ、ええ、はい、じゃあご飯の潰し完了。まずはですね、お手本からお見せいただきましょう。まずはやっぱ先生の手つきがね、重要ですから。だいたいね、ちょっとこうやって押さえて丸める、押さえながら丸める、こんなもんだね。あんこは1キロですって。わお、ちゃん500、あ、500か、うん、そうだ、こっちが一緒でこっちが500か、うんうん、では私も参加したいと思います。手袋装着します。で、このマフィンカップによく使うグラシンですね、に出来上がったおはぎをどんどん入れていきます。まずあんこを手に広げるんだよね。ちょっとこういうふうに、うん、薄べったくちょっと広げてのせます。ね、いいですね。できた、おはぎ、おいしそう、きれいきれい、きれい、あんこ、味見た？味見た。さっきスプーン舐めた。舐めた。どうだった？美味しかった。いやー、あんこはさ、やっぱりさ、間違いないよね。あーねー。美味しいね。本当に美味しいと思う、私。あんこは失敗したことないね。さすがだわ。いや、本当にね、何回もね、父が勧めてたんですよ。なんだろう、おはぎ屋さんをね、やるべきだって言ったけど、かたくなにやらない。で、その理由は何でかっていうと、材料費がバカ高いんですよ。なんて言ったってね、このおはぎの元になるこの美味しいあんこはですね、最高級小豆を使っておりまして、まあそれだから美味しいってわけだけじゃないんだけど、もちろん煮る腕もねとてもあるんだけど、やっぱり材料費が高いと利益が出ないっていう切実な、まあ、ありましたね。あのさ、うん、ナスの味噌だれ美味しいよね。あ、トロトロ、あの素揚げするやつ、素揚げね、うん、美味しいよね。あれ美味しいんだよ。あの、私本を出したんだけど、あ、そっかそっか、うん、その本にね、あのレシピがトロトロナスの味噌だれっていうレシピで、おばあちゃんの味ですって言って載せてる。ねえ、作ってたもんね。そうそう、うん、なので、あの、それを作ればですね、だいたいこんな味が美味し、あの、とても美味しいので、ぜひぜひ皆さん作ってみてください。ちょっと味見たら、いっぱいちょっと食べてみたら、え、早くない？いいの？もうその食べる瞬間が来ちゃっていいんですか？ちょっと食べるために来たから、あの、味見ないと分かんないでしょ。では失礼いたしますで、はい、味を見てみます。作ったわけでないのに、そう、私食べに来たから。美味しそう、いただきます。ね、おいしい、うん、久しぶりに食べた。そうでしょ、私おはぎ久しぶりに食べた。これ3つコースだ。甘さちょうどいい。あの、甘くも、うん、すっごく甘すぎるわけでもなくて、うん、そうそう、でも物足りなくはないっていう、うん、大体ね、うん、でお米もね、うん、ちょうどいい、うん、全然やわらかいよ。
でも、つぶつぶが残ってるから、うん、本当はつぶつぶ残んなきゃいけないのわかんないよね、うん、おいしい、うん、で、もち米を7合を7対3、うん、でもちょうどいいでしょ、うん、ちょうどいい、うん、食べました、食べました、もっと食べれば、1個食べちゃった5個食べれるかな、うん、5個、頑張ったら5個食べれるかな、うん、いけるかな、あの他の食べれば大丈夫よ、そうだね、お漬物挟んでね、うん、わー、おいしそうお砂糖を混ぜてあるのかな、うん、混ぜてるよ、お砂糖、お塩とお砂糖、うん、混ぜたすりごまをかけたりして、できましたか、できました、ということで完成です、じゃじゃらーんおはぎツヤツヤだよでは黒ごまときな粉を食べたいと思います、食べてください、ではいきます、はい、でも、はい、きな粉食べたいからきな粉食べます、はい、ではきな粉食べたかったの、ちょうどおはぎ食べたくて、よかった、嬉しかった、うん、じゃあきな粉もいただきます全部食べてください、うん、きな粉おいしい、美味しい、なお米もおいしいね、ダメだ、全部おいしい、うん、うん、うん、これほら美味しいんだよ、これしょっぱいの、うん、これはんもう永遠にいけるやつじゃん、うん、こっち食べて、うん、そうそう、漬物野沢菜、美味しい、うん、もうさ、ずっと食べ続けられるよしょっぱいのと甘いのとで永遠ループ、こういうのは伝統のものだからさ、覚えておいた方がいいと思うね、そうだね、うん、でも、いや、スーパーとかでね、買うのも美味しいんだけど、でもやっぱり手作りの方が美味しいのと、なんだろう、安心して食べれるから私は大好きですね、そうだよね、はい、ということでですね、以上、おばあちゃん家でのおはぎ作りでしたご視聴いただきありがとうございます、ではでは、この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします、それではまた次の動画でお会いしましょう、またね汚かった大丈夫大丈夫、またね、花柄のソファーしか映ってないよ、あ、そう、かわいいでしょ今日も美味しいおはぎをどうもありがとうございましたアハバ様、いやいや、ハミちゃん一人でやってみて、おはぎ作りチャレンジ、チャレンジして、チャレンジするか、ではまたですね、次に何を教わりたいか、ぜひぜひ皆さんコメントで教えてください、何がいいですかね、やっぱ煮物かな、煮物か、うん、煮物教わりたいな、うんうん。